はい、名物物件に関して、はい、よく聞かれる質問としてはですね、まあよく聞かれますねこれね、うん、どうやって、そうですね、あの値段を決めてますかっていうのをよくいただく質問です。はい、はい、あのまあ多分皆さんの方ではあの今インターネットで見られるソースっていうのは、うん、まあジローとかあとチュリアですね、チュリアとかですね、で、まあ、特に、まあ、テネシー州のメンフィスの物件ですと非常に検索が限られるんですよね。でなかなかこうなんか正確な情報が得れないということで、はい、ちょっと高いんじゃないですかとかいう、そんな質問をいただきます。まあ、そこのその金額はどうやって出したんですか、うん、っていう質問ですよね。でこちらはですね、まあ、あのもちろんそういった形のフリーの無料の、データベースっていうのももちろんたくさんあります、うん、ただやっぱりフリーだとどうしてもまあフリーなんで、うん、そうですね、あの正確でなかったり、ね、情報が古かったりあのということがあるので、私たちの方で参考にしているのはですね、まあ、メンフィスに、限って言いますと、こちらですね、はい、物件の価格を、選定する場合は、こちらの CRS パワートゥールっていうところがありまして、こちらで私たちは検索しています。まあ、ウェブサイトに行くとこんな感じの、うん、画面なんですけれども、こちらの方がもっとこう狭い、例えば半径1マイル以内でよく似た同じような大きさの物件 で、はい、でね、あとはリモデルがされた物件と非常にこうあのなんていうんですかね、検索範囲が非常に狭く、そう結構そう、はい、ちゃんとした比較物件をと比較していて、はい、まあ、英語で言うと Like and Property って言いまして、うん、まあ、同じような Like Kind なの で、 そうです、ね、同じようなプロパティでこう比較するというところ、はい、で、売れたもの、それから売りに出ているもの、うん、たまたまそのペンディングと言われていて誰かがエスコロに入っていてその購入のプロセスにあるものはペンディングって言うんですけど、そういったものをこう集めてそこから平均の価格を出したものを私たちの物件の金額として出してますね。そうですね、はい、あとはどういったものを使うかといった、あとはまあ不動産鑑定士ですとか、ね、あとまああの地元のまあメンフィスのリアルターに、はい、価格の相場を聞いたりして、はい、設定しています。そうですね、はい、だからまあ現地の声をあの裁量のもとにして私たちはプライスを決めてるんですけども、こちらのサイトはこれ有料なんですよね、うん、そうですね、なので、まあ、私たちはこれをあの、まあ、あの定期購読してるんですけれども、こちらでデータを出したものをあのお届けしたりということは、はい、皆さんちょっと入れないし、まあね、まあ、お金払ってもちろん入る分には全然あのこちらから検索できますけれども、まあ、そういった感じで、そうですね、物件価格は気になる物件のそういったコンプが欲しいという場合は、はい、あの私たちの方で、あの情報を出してお送りすることができます。そうですね、はい、まあ、ちょっと、まあ、話が出たのはあれですけど、コンプって私たちはよく言ってますけれども、あ、はい、まあ、コンプっていうのはコンペアソンの短いバージョン で、ね、あの COMP でコンプなんですけれども、はい、それは、まあ、あの比較物件ということであの単語として使ってますので、まあ、今度からコンプをお渡ししますって言って、それって比較物件のことだということであのご理解していただければと思います。それから家賃の設定ですね、はい、まあ、あのアメリカの不動産の場合は家賃を上げていけるというところで、やっぱり皆さんなんでっていう質問が多いの で、ね、まあ、逆に下げなきゃいけないのがどうしてだろうっていうのが私たちの質問になるんですけれども、まあ、アメリカでは家賃を上げていけるんですね、まあ、年々やっぱり先ほども言ったようにあの、まあ、あの金額あのなんて言うでしょう、まあ、物件のその、まあ、価値が上がることによって、はい、家賃も上がってますね、はいはい、ですので家賃の設定っていうのは大体、まあ、いくつか大きいところがあるんですが、これはフリー の、 あのウェブサイトですね、うん、はい、まあ、大きいところで言うとレントジャングル、こちら、ね、レントジャングル .com ですね、こちらもあの物件を入れると、まあ、近所の似たような、まあ、まあ似たようなというか近所にある物件を出してきますので、まあ、その中でこれは写真が出てますのでリモデルしてるのかなどうなのかなっていうのを見て、うん、その中の相場で例えば自分の家賃が1000ドルなのにみんなが1200ドルだったら200ドル上げてもいいと思うし、逆に1000ドルなんだけどみんなが800ドルだったらそのまま1000ドルであのいればいいしということで、これはまあ皆さん の、 あの見る目安になると思います。あとは管理会社がいやもうあの50ドル上げたいんだけどって言った場合にいやちょっと今やらない方がいいよとかいうのは言ってくれるので、まあ、上げたいなと思ったらこのレントジャングルと、あともう一つレントオーラマ、はい、もうサイトもありますので、はい、こちらは無料で皆さんあの検索できますので、まあ、こういったところから、より正確な、物件価格、それから家賃を、見出して、おりますので、まあ、皆さんもできることは、こちらの方であのやってみると面白いんじゃないかなと、また自分の物件を、知ることにもなりますから ね、 近隣にどんな物件があるのかな、どれぐらいぐらいで出してるのかなというところで、非常に、勉強になるんではないかなと思います。はい。